it may be a fantasy of the future, tens of thousands of years ahead. It may be a fantasy of the future, hundreds of thousands of years ahead. But I saw the future in the miracle. That day, that afternoon, more than 100 small UFOs flew dancing around in my room. I called it a miracle. A miracle of a room of 6 tatami mats. A miracle which is an impossible one. But the miracle showed me the future direction that humans should take. Where do humans go? They showed me the direction of the future. 数万年先の未来の話かもしれない。数十万年先の未来の話かもしれない。が、私はその奇跡の中にその未来を見た。その日、その午後、私の部屋の中を100機以上もの小型の UFO が飛び回った。私はそれを奇跡と呼ぶ。まさに六畳間の奇跡。ありえない奇跡。が、その奇跡は私たち人間が進むべき未来の方向を見せてくれた。人間はどこへ行くのか、その未来の方向を見せてくれた。広し林、浜松 City, Japan。 それが現実であれ、非現実であれ、それは物体として動画に撮影された。そしてその物体を私たち人間が見るところとなった。もちろんそれが何であるか私にはわからない。それらは神々の乗り物なのか、それとも神々の偵察機なのか、あるいは神々自身なのか、何であるにせよ一つだけはっきりしていることがある。その物体は人間の英知をはるかに超えた物体であるということ。例えば猿ヶ島の猿たちがスマートフォンを手にしたようなものなのだろうか、それとも空を飛ぶ鳥たちがジェット旅客機を遠くに見たようなものなのだろうか、あるいはカゴの中の小鳥が宇宙の写真を見たようなものなのだろうか。人間の歴史はたかだか数万年、技術的進歩にしてもたかだか数千年、あるいはこの数百年かもしれない。私の部屋の中を飛び回った物体が何であれ、その物体は私たち人間の英知をはるかに超えている。空間を自由に移動し、あるものはパソコンのモニター画面から飛び出し、またあるものはパソコンのモニター画面やテーブルの板の中に消えていく。大きさや形も自由に変えているように見える。その飛び方も私たちが持っている物理学の常識を超えている。つまりそれが何であるか、その判断をすること自体おこがましい。私たち人間が持っている知識そのものが乏しい。その範囲でそのものが
何であるかを判断することはできない。できるはずもない。ああ、できることがあるとすれば、その物体に驚き感動し、その向こうに神々の世界を垣間見ることだけが、それは私たち人間にとっては希望ということになる。つまり人間の未来は人間の考えるような、つまり人間の手の届く範囲にあるということではない。人間の未来は人間の手の届かないはるか先の未来にあるということ。そしてその未来は数万年、数十万年先の未来へとつながっている。その未来がその先にある。そう、私たち人間は今やっと歩き始めた幼児に過ぎない。何も知らない、何もわからない、そんな幼児。そう、私たち人間は今やっと小さな籠から抜け出た幼児に過ぎない。何も知らない、何もわからない、そんな幼児。そう、私たち人間は今やっと階段を上り始めた幼児に過ぎない。何も知らない、何もわからない、そんな幼児が。そんな幼児でも外の世界は無限に広く、無限に高いことだけはわかる。そして心の中の世界は無限に広く、そして高い。それが希望、それが私たち人間の希望。進むべき道は限りなく遠い、進むべき世界は限りなく広い。それを知るのが私たち人間の希望。その一方で、すでに私たちが進むべき道を知っている人たちがいる。数千年前、数万年前、あるいは数十万年前に同じ道を歩いた人たちがいる。そういう人たちは赤子を抱く母親のようなものかもしれない。幼児を指導する教師のようなものかもしれない。あるいは若い人たちを見つめる老人のようなものかもしれない。あるいはもっともっとかけ離れた人たちかもしれない。が、悲しいかな、人間にはそれがわからない。傲慢で自己中心的、おごり高ぶっていて自分勝手、自分たちは完成された知的生命体と思い込んでいる。神々に勝るとも劣らない知識や技術を持っていると思い込んでいる。そして精神の完成度も神々と並んだと思い込んでいる。だから人間はバカ、本物のバカ。自分のバカさ加減がわからないから本物のバカ、どうしようもないバカ。ああ、バカな人には利口な人がわからない。なぜなら自分がバカだから。ああ、愚かな人には賢い人がわからない。なぜなら自分が愚かだから。だから人間は繰り返し繰り返しバカなことを繰り返す。
だから人間は繰り返し繰り返し愚かなことを繰り返す。がそれだけでは済まない。すでに人間は大量破壊兵器を手にしてしまった。その兵器が本当に使われてしまったら、この地球はどうなるのか。人間どころかあらゆる生命体が影響を受ける、絶滅する。つまり地球そのものが終わる。さあ今がその時、今がそれを知るべき時、今がそのバカを止めるべき時、今がその愚かさから抜け出るべき時。それがわからなければ今一度この動画を見てほしい。球体の物体が私の部屋の中を飛び回っている。これが現実、現実に起きていること。つまり私はその向こうに数万年、数十万年先の人間の未来を見た。これから先人間が進むべき未来を見た。そしてその未来は限りなく広い、限りなく高い。そしてその心は限りなく深い。そういう人間の未来を見た。が、それは取りも直さず私たち人間が持つ可能性ということになる。その可能性こそが、つまりは私たち人間が目指すべき未来ということになる。言うまでもなく、今神々は人間に対して門を開いたということになる。さああなた方人間も私たち神々の仲間になりませんかと。そのありがたさ、その気高さ、そしてその優しさが、それは私たち人間一人一人の問題、私たち一人一人の選択の問題、私たち一人一人が自分で考えて行動すべき問題。そのためにもまず私たち一人一人が謙虚になること。私たちはよくて猿ヶ島の猿、あるいはそれ以下かもしれない。頭を下げて教えを請うこと。私たち人間の知らないことは山のようにある。そしてそれらは深い海のように深く、この大宇宙のように広い。さああなた方人間も私たち神々の仲間になりませんかと。そのありがたさ、その気高さ、そしてその優しさ、今こそ人間の私たちは神々のそうした声に耳を傾け、それに応えるべき時ではないのか。
on May the 31st, 2022 at 4:30 p.m., the incident occurred. There flew around more than 100 small UFOs in my study room. I call the incident the miracle of the six tatami mats because it occurred in my tiny study room. The video you're watching now was taken on my video camera by chance at that time. 2022年5月31日午後4時30分のことです。私の部屋の中を100回以上も小型の UFO が飛び回るという事件が起きました。私の狭い6畳間の書斎の中で起きた事件なので、私はその事件を6畳間の奇跡と呼んでいます。今ご覧いただいている動画が、その時偶然私が撮影したものです。広志林、浜松シティ、ジャパン、November the 5th, 2022。On May the 30th, the day before the miracle of the six tatami mats, I wrote a message to the person high above us, whom we may call God. This is the second message I wrote to him in my life, following the so-called by me, I'm visiting incident on November the 28th, 2016. In that May 30th, 2022 message, I wrote, together with a photograph of Saint Jerome painted by Andrea Della Vecchio, as follows. I am waiting for you at 4:30 a.m. on July the 31st, 2022. As a matter of fact, I wrote, Welcome home at 4:30 a.m. on July 31st in English. Then, at 4:30 p.m. on May 31st, 2022, the next day, the miracle of the six tatami mats occurred. その六畳間の奇跡の前日の5月30日に私は上の方に対して、つまり私たちが神と呼ぶその方に対して一枚のメッセージを書きました。2016年11月28日の今行くよ事件に続いて2枚目のメッセージということになります。その5月30日のメッセージには私はこう書きました。アンドレア・デル・ベロッキョの書いた聖ジェロームの写真とともに、2022年7月31日、31日午前4時30分、4時30分にあなたをお待ちしていますと、英語で Welcome home at 4:30 a.m. on July the 31st と書きました。で、その翌日の2022年5月31日の31日の午後4時30分に4時30分に六畳間の奇跡事件が起きました。Here then
Ladies and gentlemen, I would like you to look carefully at the fact that most of the small UFOs that are flying in my room are flying from the upper right to the lower left again, from the upper right to the lower left. This is important, so please check it again. Most of the small UFOs which are flying in my room are flying from the upper right to the lower left. However, I did not understand for more than 5 months after the incident the reason why. ここで皆さんに注意深く見ていただきたいのは、私の部屋の中を飛び回る小型の UFO 群のほとんどが右上から左下、右上から左下に向かって飛んでいる点です。ここが重要ですから、もう一度確認してください。小型の UFO 群のほとんどが右上から左下、右上から左下に向かって飛んでいるという点ですが、私にはその理由がその事件から5ヶ月以上もの間わかりませんでした。But this morning when I entered my study room November 5th, 2022, I understood almost all of a sudden why this photo here shown is the one of my study now. The picture was taken this morning, but the message and the picture on the wall on May 30th, 2022 has been still there, as you see now. So, this morning, I found out why the small UFOs are flying from the upper right to the lower left. In other words, the small UFOs are flying from the center point of the photograph of St. Jerome towards my desk. が、今朝、2022年11月5日の朝のことですが、私が私の書斎に入ったとき、その理由が突然わかりました。この写真は、私の書斎の現在の写真です。撮影したのは今朝のことですが、2022年5月30日に壁に貼ったメッセージがそのまま残っていました。で、今朝、なぜ小型 UFO が右上から左下、右上から左下に向かって飛んでいたかがわかりました。つまり、小型 UFO 群はアンドレア・デル・ベロッキオのセント・ジェロームの写真の中心点から、私の机の方に向かって飛んでいたのです。St. Jerome, drawn by Andrea del Verrocchio, and St. Jerome, drawn by Leonardo da Vinci, are the same person, although there is a slight age difference. And in the picture of the St. Jerome by Leonardo da Vinci, there are written and hidden two numbers, 61 and 27. 61 stands for God in Jewish Gematria, and 27 stands for Cain, also in Jewish Gematria. And about Cain, Michelangelo Branutti wrote in the same way,
three numbers, 77, 50, 27, in the painting entitled The Battle of Kashina. Decoding these numbers in Jewish gematria reads, Christ the King of the Bible.アンドレア・デル・ベロッキオの書いた聖ジェロームとレオナルド・ダ・ヴィンチの書いた聖ジェロームは少し年齢差がありますが同一人物です。そしてレオナルド・ダ・ヴィンチの書いた聖ジェロームの絵の中には隠し数字で61と27という数字が書き込まれていました。61はユダヤのゲマトリアでは神を意味し、27は同じくユダヤのゲマトリアではカインを意味します。そしてそのカインについてミケランジェロ・バノルティはカシナの戦いと題された絵の中で77、50、27と書いています。この3つの数字をユダヤのゲマトリアで解読するとキリストは聖書のカイン、つまり聖書でいうところのキリストというのはカインですという意味になります。I, Hiroshi Hayashi, thus determined that it was Lord Cain, Cain the Christ, who came to my study room on May the 31st, 2022. So, this is a conclusion of this video. Once again, I repeat, I, Hiroshi Hayashi, thus determined that it was Lord Cain,Cain the Christ, who came to my study room on May the 31st, 2022. 私、林博士は、こうして2022年5月31日に私の書斎にやってきたのは、主なるカイン、カインキリストであると判断しました。これがこの動画の結論ということになりますので、もう一度繰り返します。私、林博士は、こうして2022年5月31日に、私の書斎にやってきたのは、主なるカイン、カインキリストであると判断しました。
When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I'm still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I'm on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life, no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But then you come and I'm filled with wonder. Sometimes I think I glimpse eternity. When I'm down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I'm still and wait here in the silence until you come and sit a while with me.気持ちが落ち込んで心が疲れたらね、苦しい時やそれに辛い時にはね、私はじっとして静かに待つようにしているよ。あなたがやってきて私のそばに座ってくれるまでね。あなたが私を励ましてくれるんだよ。だから私は山の上にも立つことができるんだよ。あなたが私を励ましてくれるんだよ。だから私は嵐の海の上を歩くことができるんだよ。私がね、あなたの肩の上にいるときはね、私は励まされ、自分以上の私になることができるんだよ。孤独でない人生なんてないんだよ。その時々においてジタバタしているから、みんな中途半端で終わってしまうんだよ。でもね、あなたがやってくると私は不思議で満たされるようで、時々そんな時、その向こうに私は永遠を見るんだよ。気持ちが落ち込んで心が疲れたらね、苦しい時やそれに辛い時はね、私はじっとして静かに待つようにしているよ。あなたがやってきて私のそばに座ってくれるまでね。広し林、浜松シティ、ジャパン。
When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I'm still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I'm on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life, no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But then you come and I'm filled with wonder. Sometimes I think I glimpse eternity. When I'm down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I'm still and wait here in the silence until you come and sit a while with me.